身長ビヨン、医師学科学生成形が専門医、身長すること田辺です。今日もですね、全身全霊で身長に活動を配信していきたいと思います。身長伸ばしたい人はチャンネル登録よろしくお願いします。さて、本日です。超久しぶりなんですけども、モニター解説動画の方でさせていただきたいと思います。準備よろしいでしょうか。それでは早速ね、画面の方移動してやっていきたいと思います。それではですね、人生でカウンセリングやってるような感じで、ね、説明していきたいと思います。ということで、同意書とかの実際のものを使いながら説明していきたいと思います。まずはですね、ここでですね、最初にお皆さんお伺いしたのは目標の身長をお伺いしています。まあ、前の動画でも上げてると思うんですけど、どういった目標になってくるかによって私の提案も変わっていきます。目標が高ければ当然ねご提案も高くなりますし、目標が高くなければそこまでやらなくていいでしょうって説明になってくると思います。目標の身長を決めるときねご両親の身長が大事ですよってこうぜひ覚えておいてくださいね。学歴とかと一緒というふうに私はお話をしています。学校ねなんでそんないい学校に行く必要があるのとねお子さんには分かりません。お身長もね高くある必要ないというふうに言うかお子さんも結構多いですので、そこら辺お父さんお母さんが責任を持って将来の身長を決めていただくことをお勧めしますと。この身長って伸ばせる時期って限られてますので、そういった点もご注意されてください。運命の時に残酷ですよと、思い通り目標じゃないよとか、ただし1センチを大事にしてくださいね。1センチの積み重ねが5センチ10センチにつながりますよとかですね。通常診察は30分から60分ぐらいやりますよってことをお話をしています。それですね、今回のモニターさんの動画でモニターさんがね14歳と4ヶ月ですね、そういったお子さんが最終的に何センチになるのか、それに対してどういった治療ができるのか、そして生活習慣、生活習慣に関して言うと今回割愛しますけども、こちらの方の動画をご覧ください。で、目標に対して私の方でねいろいろお話をしていくんですよってところになっています。今回は14歳と4ヶ月の男の子のデータを一緒に見ていきたいと思います。ということで、最終身長の方を予測していくんですけど、最終身長を予測するときは5個の項目を総合していきますよ。まあ、正確に6個ですね。現在の身長、過去の身長、レントゲン検査、思春期症状と、ご両親の身長と、そういった5つの項目。それから採血のデータを付加していくって感じになります。今回はモニターさんですが、すでに採血のデータありますので、そこも含めて説明していきたいと思います。本日お子様は14歳と4ヶ月で 175.2 センチですよと。まず平均的に伸びてたらどうなるかなって見ていくと、この成長シートね、身長先生の成長シート、こちらの方ね、公式 LINE の方で無料で配布してますので、ぜひ皆さんもご参考されてください。これを使うと一瞬で将来何センチになるかが分かります。今回と 175.2 で14歳4ヶ月なので、14歳2ヶ月のお子さんですよ。14歳、ここは3ヶ月のところですね。ここで LINE で見てもらって、175.2 とプロットすると。そこから平均的伸びでこの真下に降りるわけだから、180.3 から181.0。このままいくと、このお子さんは180とか181ぐらいになるようでということが、まず平均的に分かるわけです。ただ、これは平均的な伸び率になるので、で平均が伸び率低い子もいれば平均の伸び率が高い子もいるわけなので、そこに注意していきましょうということで2番目のデータを見ていきます。で2番目はということで過去の身長ですね。今日の身長に対して昔の身長どうかなというふうに見ていきたいと思います。でこういうふうにね早熟晩熟という表現だと、今回に関して言うとグッと上がってきてグッと落ちてくるタイプということ、いわゆる典型的な早熟タイプってところなので、まあ、最初の数字ですね181とかそういったようには低くなるでしょうと説明になります。じゃあここで早熟のよくあるグラフの例ということで、アルファとベータの角度類似数直線的に成長する、18歳まで伸びない、こういったデータが、ね、ここ少し見ていきましょう。こういうふうにね成長の記録を見ると、こういうふうに上る角度と下る角度に類似することが多いよって説明になります。例えば今回ですと、これが上る角度というふうにすれば下る角度は交換、そうするとここからナッセですね、ここのアルファとここのベータは類似することが多いんですよってところね、今回も類似してるんじゃないかな、これが外れ値かなって感じですね。さらにここね直線的に成長するとか、一回直線になると直線乗ることが多いよってことですね。今回もこういうふうに言うと直線的に成長してますよね、確かにね。今回もこういうふうな方向性に向かっていくよってところですね。最後は18歳まで伸びないって、まあ、当たり前なんだけど、18歳までのグラフになってそこまで伸びないよって説明になります。まあ、今回はこれを細かく見ていくと、ここが 175.4、 ここも 175.8、 5.6、 5.6、 5.9、 5.7、 6.3、 6.0、 5.5、 5.8、 5.5 ってなってくると、この計算値だともうすでにほとんど身長伸びてないねっていうのを曲線上から理解できるってことなので、まあ、この先ほどお伝えした2番目のところから見ると、成長伸びとしてはもうすでにかなりね、鈍化してるってことが推察されますねって説明になります。次、春季後半の伸び率の概算ということで、春季後半の場合、今回は後半ですよね。前年の伸び率の半分ぐらいが期待値ですよってところになります。今回ですと、すみません、ちょっともう1年前のデータなので、細かいデータがなかったちょっとそこを割愛するんですけども、例えばですけど、これまでの1年間が3センチ伸びてる子だとすれば、その次は 1.5 センチが伸びるよというふうによく説明しますので、そういったところも皆さんぜひ計算していただくといいんじゃないかなというふうに思います。今回のモニターさんの動画に関して言うと、これ14歳4ヶ月の後に来ていただいて、一度ご覧いただいて、その後にもちろん
ご覧いただけてないという状況なんですけど、まあ、そういった状況になっているかと思います。今回に関してはモニターさんの動画ですね、今回骨年齢の方が、これだと今回評価したのが、15歳と3ヶ月という評価になってますので、実年齢が14歳4ヶ月です。大体1年ぐらい、骨年齢が進んでいるよという説明になります。ちょっとここもね、今回説明していきたいと思います。画面変わります。はい、じゃあここからレントゲンの説明入っていきたいと思います。実際の診察でここなかなか説明する時間がないので、こういった動画すごく参考になるかなというふうに思います。こうやって見ていただくと、ここの部分ね、ここが完全に閉じてるってところで、これが閉じてる時点でもう14歳以上という説明になってきます。で、今回に関して言うと、こういう中節骨の部分も完全に閉じてる、でここの起節骨も閉じてるってところになりますので、ここも全部閉じてるね。でここが閉じてるのを確認するともう15歳以上ってところで、今回は15歳以上ですね、説明になってきます。でこの頭骨のここがまだ残ってるので、まあ15歳以上と。でこれに関しては厳しい先生、ここが厳しく見積もると、こっちの一応尺骨の部分、ここの部分が骨端差としていくと15歳と、まあ、半分まで一応6ヶ月ぐらいという評価になってくるので、まあ、かなりねそういった進んでるでしょうというところで、今回15歳と3ヶ月というふうに評価しているのはこういったところからになります。まあ、こういったレントゲン見てね、成熟度というのを判定していきますよという説明になります。はい、ということで今回ね、実年齢が14歳4ヶ月に対して15歳と3ヶ月早熟度が低くなるんだよという説明になります。でここはじゃあどれくらい低くなるかを検討していきますよと見ていくと、こういうふうにね緑色で示しますよと。体が全部15歳3ヶ月だと仮定した時に、同じ身長だとどういうふうに身長が伸びていくかというと、178とか 178.8 になるんだよという説明になってきますので、そういったところも参考になりますと。次は側腕症があるかないかのチェックということで、去年の時点では側腕症まだチェックしてなかったんです。現在側腕症とかもチェックするようにしています。次、春季症状の方ですね。こちらの方ということで、この方に関しては春季症状忘れてしまったというふうで記載がありませんでしたので、こういったところ分からなかった。ただそういった春季症状を見ながら、晩熟なのか早熟なのかを見ていきますよと。春季症状 の目安としてはこういったところですね。おちんちんの毛が11歳未満で入るようであれば、それは超早いですね。声変わりが12歳未満、声変わり一番皆さん分かりやすいことが多いかなと思う、ぜひこういったところ覚えていただくといいと思います。12歳未満で始まった人は早熟ってことで、平均的伸び率は下がるよと。晩熟目安が15歳0ヶ月以上ってから、これ結構厳しすぎかなと思います。実際問題は13歳0ヶ月以上でも声変わりすれば、まあ、比較的晩熟というふうに言ってもいいかもしれません。まあ、ただね、14歳以上とほぼ確定でしょうって感じですかね。まあ、春季症状忘れてしまったという、ここら辺もデータとしてはこの例であれば重要ですよって説明です。次、ご両親の身長から計算するとということで、お父さんの身長足すお母さんの身長足す13÷2、今回こういうのを計算すると 175.25 というような感じになりますよってことですね。そういった意味からもね、まあ、やっぱこういったところに向かうのかなっていうところで、全部つじつまが合ってくるような形になります。それを踏まえて、じゃあ何センチぐらいになるかというふうに予測をしていくんですけども、まあ、こうやって見てみると、どうやらこっち側に行くことはほぼ間違いないなというところですね。まあ、その中で、骨端線が完全に閉じてるわけじゃないので、急に止まるということもないでしょうと説明になってくるので、まあ、もうちょっとここら辺は厳しすぎるかなというところで、平均的な、伸び率よりは低くなるでしょうと。骨年齢ぐらいのところで見ていくのかなというところを考えると、177.1 から 179.5、 こういうふうに私予測しています。ということで今回 177.1 から179.5 ぐらいの予測になりますよと説明になります。でさらにこれ採血の結果を見て予測を補正していきますよということで、採血結果普通は1週間後に出ますよって説明になりますけど、今回はもう出てますので、こういったところも説明していきたいと思います。今回一番最終身長を予測するによって重要になってくるのが、このズバリなんですけども、 ALP ってあたりね、この ALP が重要になってます。 ALP 皆さんご存知ですか？はい、じゃあ簡単に分かる ALP ってことで、車がどれだけ走りますかって質問を受けて、距離を速さかける時間、こんなふうに表現します、ね、どれだけ身長伸びますかって質問を受けて、 ALP かける骨年齢、こんなふうに表現しますよとかですね。速さに該当するのは、ALP で、時間に該当するのは骨年齢、今回はこれが15歳と3ヶ月程度なんですよって説明になりますので、そういったところになりますねとかですね。で今回に関しては ALP が280っていう数字でしたという、この数字を見て考えていきましょうですね。特に春季後半の時に、到来後に参考にする値ですよと。春季始まる前あまり気にしなくていいですね。こういうふうに後半の後が非常に重要になります。今回280っていう数字なんですけど、すごく伸びてると500ぐらい、いわゆる成長期が350、175だともうダメだよと、113だダメですって感じなので、よく私はね、バツ三角丸20までよくこんなふうに表現してますね。こうやって見てみると、まあ、175以上あるので全く止まってるというわけではなさそうなので、やっぱり175で止まるというよりはもう少し上乗せしてもいいんじゃないですかって説明で、先ほどの予測が、まあ、正しいという説明になってくるかなと思います。例えばこれがね、 ALP がね175とかだとこういったところ、逆に言うと350とかが出てくるのであれば、現状ね、他のデータは悪いんだけどこっちに可能性だってあるよっていうふうな話になってくるとは思います。じゃあ他の項目を見てみましょうってこと。例えばこのお子さんですと、亜鉛の状況どうかなとか、亜鉛は55しかないそうですね。基準値がね80から130ですので、そういった意味で、ね、少ないですね。でこういったのは補充対象というふうに考えていいでしょうと。鉄に関して見てみましょうということで、鉄の値が、フェリチンの値が50ってところで、まあ、こちらもね、悪い数字じゃないんですけども、一応目安としては100以上を目指すとか、まあ、それに関してどんどん補充していくという説明です。ビタミンに関してはビタミンの D を見ていきますよとですね。ビタミンの D に関しては 26.8 ということで、こちら悪い数字じゃないんですけど、私の栄養補充という観点からすると40以上を目指していきますよ。こういったところから見ていくと、栄養補充していくとより一層いい状態を作れますねという説明になっていきます。はい、まあね、モニターさんの動画もあるので、
ぜひこういったのまた参考にしてください。まあ今回に関しては体脂予測が 177.1 で 179.5 ぐらいですよって予測ですよね。それで例えば目標がね180センチですよということであれば当然治療していく必要がありますし、ここで目標が176センチとかということであれば治療しなくていいよという説明していくような内容になりますので、まあここから人によって治療の説明内容が変わっていくような形になります。で今回まあ仮に180センチを目標とした場合にどういった話になっていくのか少し見ていきたいと思います。身長並みで個人的な価値観、病気じゃないよということで今回は病気じゃないと思います。私の方が注射打ちなさいとか薬飲みなさいとかそういったことを強制する内容ではないです。美容クリニックみたいになんかアップセールするとか、そういったこと一切ないです。ので全然そういった心配しないでください、ね。ただしなんかもしね身長伸ばしたいという価値観があるのであれば一緒に頑張ってやっていきましょうねって説明になります。次治療効果は絶対じゃありませんよと、年齢が高くなると治療効果低くなるんですよとかですね。あとに14歳以上だと治療効果低いというふうに説明してますので、今回に関しても14歳と4ヶ月っていう年齢からすると、まあ、決してねいい時期ではないですよとかですね。当院ですね男子14歳以上女子13歳以上で治療はあんまりお勧めしない、受診しても勧めてないというふうに説明しています。副作用注意していくものやと値段が高いですよと、治療内容としては成長ホルモン補充療法とか春季遅らせるお薬だったりとか栄養補充だったりとかこういったところをやっていきますよと、通常は1年以上ね2から5年ぐらい治療を行っていくんですよと。私がね治療が不適切と判断した場合、皆さん希望したからって必ずできるわけじゃないと、そういったところもぜひ覚えておいてください。じゃあ治療内容について説明していきたいと思います。治療内容に関して言うと成長ホルモン補充療法とか春季遅らせるお薬だったりとか栄養補充とかこういったところやっていきますよとかですね、まあ、ちょっと細かいところで話すると長くなっちゃうので、まあ、成長ホルモン補充療法についてもねこういうふうに何ページにもわたって説明を繰り返していきます。どういった効果があるのか、どういった副作用があるのか、どういった投与をすべきなのか、まあ、こういったところを細かく話していくような形になります。でちょっとね大事なところだけチェックしていきたいと思います。じゃあ例えば今回このお子さんがやった場合どれくらい治療がね効果を得られるかというと、まあ、プラスやっぱりもう1センチとか本当に2、3センチぐらいってところでほんのちょっとしか伸ばせる時期じゃないと思います。治療期間に関しても今回丸々1年できないかなっていうような時期になってくるので、まあ、おそらく9ヶ月ぐらいがマックスってなってくると、まあ、これぐらいの期待値になってしまうってところになります。早熟のお子様、年齢の高いお子様は治療効果が低いよとかで、今回これに該当するためここの数値が低いんですよと。例えばこれが春季が始まる前の男の子とかであれば、これが例えばプラス3から7センチとかもっと多めの評価を仕上げることもできます。こういうふうにね治療時期遅くなると治療効果が遅くなるのでぜひ覚えておいてください。こちらの方ですね、治療期間に関しては今回ね普通は最低1年間ね推奨2年ぐらいという最長3年以上やるといいよなんて説明するんだけど、最長で今回に関しては9ヶ月っていうところなので、まあ実際もね9ヶ月やるかやらないかってところの選択になってくると思います。これもちょっと皆さん知識として覚えておきましょう。成長ホルモン治療に関しては最初の1年間が最も治療効果が高いですので、まあ、残された期間9ヶ月しかないんですけども、その9ヶ月に関して言うと、治療効果が高い9ヶ月が残っている、そういうふうにご理解いただくといいんじゃないかなと思います。で費用に関して言うと体重に依存しますよということで、例えば今回であれば、65キロですので、年間で言うと420万円とか、そういった金額がかかるよと、成長ホルモン治療って非常に値段が高いですが、そこでぜひ覚えておいてください。ついこういったパターンの方ですと、プリモモランで飲み薬飲む方もいらっしゃいます。飲み薬飲むとこれもね、プラス1センチとか2センチぐらいするよというところになります。金額的にはね、年間で36万円ぐらいするよということですね。あと栄養補充ですね。まあ、今回であれば、亜鉛とか鉄とかビタミンとかアミノ酸で、ね、こういった飲んでいただきますよと、今のところ年間37万ぐらいかかりますよというところになりますね。まあ、こういったの、ね、全部トータルしてやっていくと、プラス3センチとかをここからの目指せるねという説明になりますので、まあ、今回であれば、例えば目標が180センチとか、181センチですよという場合ですと、治療全部頑張ってやったらいいんじゃないでしょうかって説明になります。もちろん、ね、値段高額ですので、そこまでご希望されない場合は、まあ、例えば栄養補充だけでやりましょうとか、栄養補充まで希望されない場合は、さすがにご自身で経過を見てくださいというような内容になってくると思います。通院期間に関して言うと、通常成長ホルモン治療まで3ヶ月おきに来ていただいてます。サプリメントまで4ヶ月おきとか、最大1年おきとかね、そういう風な感じで計画を見ていきますよという説明になります。参考になりましたでしょうか。まあ、これに加えて実際ご覧いただくと、どういう風な生活習慣を送るべきなのか、まあ、こういったところも無料でどんどん説明しても、大体2、30分かな、カウンセラーの方が説明してますので、今回に関しては、まあ、この動画ね、この動画見ていただくとほとんど同じ内容説明してますので、こういった動画ぜひ皆さん参考にされて、身長伸ばすのに役立ててください。それではまた、バイバイ、身長ビヨーン。